どうも、なべです。1月21日、本日はね、あの任天堂スイッチっていう新しい任天堂さんのゲーム機の予約の開始日だったんですよ。で、あのビッグカメラからメール来て予約開始ってなってたの10時からだったんですよ。でちょっと仕事してて携帯いじれたのが12時過ぎだったんで、まあ、それでもちょっとサイト行ったんですよ。そしたらもうサイト内で予約が終了しましたってなってて、はいと思って、まあそりゃ人気ある、まあね、まあそうだと思ってましたよ。で Amazon で開いても現在在庫切れとなっておりますってなってて、マジかと思ったんですよ。で仕方ないからちょっとお店に電話したんですけど、あの新宿のビッグカメラ、新宿のビッグカメラはなんか、まあ、予定数過ぎ終わったらもう終了みたいな感じになってたんで、まあ、仕事終わんの夕方過ぎだったんでちょっと厳しいかなと思ったんですよ。そこでヨドバシカメラになって、秋葉原のヨドバシカメラに行ったら、なんとまだ予約できると、うん、なんか在庫数関係なく予約できたんで、で帰りに予約してきました。あのね、青と赤の色の違うやつを予約してきました。で、なんかゲームソフトとかも予約できたんですけど、とりあえず本体欲しいなと思って本体だけ予約しました。ゲームソフト予約してません。一応欲しいのはマリオカートとかかな、ゼルダもちょっとやりたいと思うんですけど、まあね、本体買ってゲームソフト買って遊びたいと思います。とにかく今日は予約できたということで良かったでございます。多分予約した人結構多いと思うんですけどね、発売日まで楽しみに待ってたいと思います。本日も見ていただいてありがとうございました。じゃあ、もしよろしかったら、評価やコメント、チャンネル登録など、よろしくお願いいたします。それでは。